ようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、お知らせを2つさせていただきます。1つはですね、8月11日のことなんですけども、例のね、インドネシア金融なんとかセミナー、ちょっとタイトル忘れましたけども、まあ、インドネシアの株式を買うことがどれだけね、リスク低くリターンが大きいのかってことはずっとお伝えしてきたんですけども、当然私もですね、それをやるためにインドネシアに渡ってBRI 銀行、そして OCBC 銀行っていうのを作ってきたわけなんですけども、その銀行で高い金利を得るのだけが目的ではなくて、その高い金利、年利 7% が出発点としてですね、そこからどんなことができるかってことなんですよ。そこからですね、やっぱり選抜された、まああまりね、正規のルートでは買えない、正規のルートだったら非合法ではないですよ。だから直球では買えないものが買えていくんですよね。それが特権なんですよ。特権的にしか買えない株式、こういったものをそこでトライすることができるというね。まああんまり年利とかいう言い方をねするとあんまり過度に期待させるんですけども、結構ワクワクする金利なんですよね。それが今リアルタイムで起きているところに、私はこのね、インドネシア経済の魅力を感じて、そしてそこにお金を投じることによってですね、インドネシアの経済もすごく助かると、インドネシアがもっと豊かになると、国民が豊かになると、こういうことを考えると、インドネシアに対する、まあ、恩返しもなるのかなというふうに考えているんですよね。こちらの方の、まあ、詳細をですね、8月11日インドネシア金融経済セミナーということでお伝えするんですけども、今日お話しするのはね、こちらの金融セミナー8月11日は有料なんですよね。有料で募集されていて、3000円の入場料がいるんですけども、現在ですね、もうね、55名以上の方、70名だったかな、ちょっとまあ55名以上の方が入ってるよっていうのを昨日の夕方ぐらいに連絡を受けたんで、今もうちょっと増えてるみたいなんですけども、かなり多くの方が参加されてるんですよね。で、もう定員という考え方はないんですけども、明日からこの入場料が5000円になるんですよね、確かね。まあ、ですので、ご決断のできた方は今日中に入金をされた方がいいかなというふうに感じております。で、もう一つなんですけども、8月25日不動の稼ぐ力をつける FX のプレミアムセカンドっていうのが始まります。速稼塾プレミアムのそのね、効果っていうのは絶大で、半数以上の方がね、もう今 FX を自分の生業とするようになりました。あれから1年ぐらいしか経ってないんですけどね、もう私より早いわけですよ。羨ましいなと思いますけどね。まあ、プラスして、その速稼塾プレミアムにね、なかなかタイミングよく乗れなかった方に対しても配慮がありますし、それからこれからね、FX を改めて自分の力をつけていくんだって方のために、速稼塾のプレミアムセカンドっていうね、セカンドシーズンが始まります。前回の速稼塾プレミアムに参加した方は、まあ、これも特権でですね、1円以上で再入部できるということになっております。今回新規の方はね、それなりに費用がかかると思いますけども、まだそちらの方の発表はございません。おそらくまあね、やっぱり30万前後になるんではないかなと思いますけどね。まあ、8月25日から正式な募集が始まりますので、8月25日にね、海老名のオフ会に来れる方は、そちらの方で生のですね、中原トレーダーにお会いして、そして話を聞いて、で、同じように FX を学ぶ方同士が集まります。で、私も行きます。8月25日、25日、海老名ね。こちらの方で、その温度っていうのを感じていただいて、FX に活路を見出していただきたいかなと思います。特にですね、投資の基本の基本は FX をマスターすることですよ。その FX をやったこともない人が、暗号通貨だとか ICO なんていうのは、私みたいなね、専門家にしてみれば、本当にね、こう手放しで F1 レーサーになるようなもんなんですよ。まあ、完全に自己死しますよね。まずは基礎を抑えて FX を理解して、投資ってものの基本を抑えておくこと、それによって本当に ICO にチャレンジしていいのか、それとも暗号通貨に投資していいのか、他の投資案件に行っていいのか、そして行くとしたらどのぐらいの金額が自分の力量に見合っているのかってことが分かるわけなんですよね。そういう形で、必ず FX をマスターして、それからいろんな投資ごとに行ってくださいっていうのは、私は全く今までも、ね、意見を変わりません。いきなり難しいのに言っちゃダメですよ、やっぱり。はい、以上でね、2点のことをお伝えできたかなと思います。はい、くれぐれもですね、力量に合った毎日を送るようにしていかないと、本当にですね、自分が何者でもないのに、もう王様にでもなったかのような気持ちになってね、転落するということが結構ありますので、私も用心していきたいと思います。本日は以上です。ありがとうございます。